なんて読むんこれ。フルーツ、オーチャード？ごめん、英語が読めない。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、夢見え。このまま眠りにつこうかな。眠ります。眠るときはしっかり足揃えるのにね。はい、到着。動物島？ん？プレゼントの袋が置いてある。さあ、目を開けてくださいな。あなたは今、動物という島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいますね。それでは、都の動物島をご堪能くださいまし。はい、てことで、この動物島は、あ、すごい旗まで。なんかね、白を基調としたシンプルな島らしいんやけど、それで私はこういう白系の格好でやってきた。ちょ、待って、この辺のちょっと拾っとくね。よいしょ。あ、もし、ちょ、待って、置いた。あ、もしかしてあれ？着替え用意してくれとるとかそういう感じ。はぁ、だわ。なるほど、きっちり用意してくれていた。ってことは、これを着よう。大きなリボンに、あ、かわいい。あたし赤いんよね、リボン。え、エンジェルのワンピース？かわいい。デザインストッキング。あー、いいね。レースやん。ロリータシューズ。あー、かわいい。かわいい。超かわいいよ。こんな感じの格好になった。よき。んで、これは？よっ。はしごかな？あ、はしごや、はしご。見てこれ、なんか、蜂？養蜂場みたいなんがあったりするんかな？とりあえず、ちょいこっちへ。あ、すごい、めっちゃ白い。超白い。すごいね、なにこれ。なんか、あ、びっくりした。何が飛びやんかと思った。いい、なんか住宅街の真ん中に、この演奏を聴きながらディナーが食べられる。何？ディナーショーが行われる感じ？すごいな。何？唐突なディナーショー。え、なんか白い街灯かわいい。やっぱ白系の、こう色でくくっとるってすごいよね。その系統の色が来てくれんかったら成り立たんわけやん。あ、いいね、いいね。ここにも。みんな結構外でお食事をするみたいだけど、寒くないっすか？寒くないっすか？え、てか、いいな。なんか広場から、あっという間に、あ、でもうちの島もなんかな。広場からあっという間になんかこう崖があって、崖の上に家があるっていうのが、すごい多分立体感が出るんよね。あと、島が広いっていう感覚になる。私、崖の上はね、自然そのものやけん。あ、すごい、見てこれ。いいね。やっぱ家もそういう感じで、白系でまとめてるんすね。かわいい。ちょ、お邪魔します。おー、なんか清潔感あふれるって感じ。多分これあれやんね。ここで流れているのはきっと、アメトーク。だと思う。なんとなく。はい、それじゃあ左の部屋へ。お。あ、すごい、なんか、足を拭くスペースが広い。めっちゃ広い。そして、いいな、こういう感じでさ、飾り系のものもね、めっちゃなんか、綺麗な感じで置きたいんよね、私も。なかなかそういうセンスがなくってですね。これスピーカー？横のは飾りかな。かわいいな。なんか白か、ちょっとグレーっぽいものやったりとか、そういう家具でまとめとる感じやね。あ、これなんかイラスト入っとんやね。キャンドル。はい、それじゃあ奥の部屋へ。あ、奥はなんか、ちょっと安心する感じ。色味がある。でもなんかすごいあったかい感じ。枠、木枠が白いんやね。うん、うん、うん。この音楽すごい好きなんよね、私。はい、そして、
右の部屋へ。あ、右側はなんかちょっと暗いぞ。ああ、いいね。なんかこういう感じにしたら私テーブルを置きたくなってしまう。でもこういうのいいね。はあ、綺麗だな。すごい。部屋用の冷蔵庫がなんかちゃんとした冷蔵庫や。あえて電気を消して、こういう感じで。ちょっとした照明だけでね。ああ、いいなー。なんかこういうところで映画見たりとかするのいいよね。これをテレビ台に使うっていうのもありやな。まあ、テレビ自体は壁掛けやけど。はい、そして、2階へ。おっと ?2 階へ。お !2 階も上品げな。これは4人家族とかそういう感じなんかな?ね、なんか、こっち側で両親が寝て、こっちで子供たちが寝るみたいな。クマちゃんをいとるし。でも、パッと見た感じ、父親の部屋っていう感覚、私的にはね。なんか、こういう感じの雰囲気。そうじゃない?ちょっと厳格なお父さんみたいな。はい、それじゃあ、地下へ。おー、地下も真っ白!てか、見て。すごいね。洗濯専用の部屋みたいな感じ?え、てか、すごいな。ここで洗濯するやん。で、洗濯しよって、座るところがいっぱいあるのもあれやけど、ここでコーヒーを楽しみながら、ウォーターサーバーでもいいけど、楽しみながら、テレビが見れる。なるほどね。あっという間に時間過ぎて洗濯できそう。でも最近はね、コインランドリーも進化しとるっていうけんね、こんな感じなんかな。はい、お邪魔しましたー。なんかそういう楽しい施設と併設しとるコインランドリーに行ってみたい。そっち目当てな気がするけど。お!キャンプ場、キャンプ場。キャンプ場もなんかおしゃれー。え、そういう感じ?あ、すごい、こっちでちゃんと。ね。釣りが楽しめたり。あ、すごい、こっち側で釣りするんやね。あ、まあ、こっちでもいいやろうけど。で、バーベキューやったりとか。なんかあっち側はもう、テントだけって感じだよね。テント立ち取るだけっていう。へー、雪が積もったらこんな感じになるのか。あ、何気に砂の城。ん?ここはなんかちょっと、ピクニックを楽しんでる感じですか。寒くない?大丈夫?あ、ここ見て。ココナッツ。多分フルーツジュースが楽しめるんやね、ここで。ちょっとしたカフェのような。あ、すごいね。建物みたいな感じにできるんや、これで。この地形を活かして。すごい。あ、でもなんか、こういう感じで見たらあれやんね。ドラクエビルダーズみたいな。なんかこんな感じじゃなかったわ。いや、屋根とかもまあつけれた気はするけど、すごいな。で、ここが?果樹園。素晴らしき。この雪が積もっても、めげることなく、なっている、強いフルーツたち。なんて読むん、これ。フルーツ、オーチャード?ごめん、英語が読めない。英語が読め、かわいい!見て、ここ、めっちゃ可愛くない?いいね、いいね。あ、パン屋さん、ベーカリーって書いとる。ほら、マスターが。マスターそのうち登場してくれるんかな?あ、これ、店内で食べれるタイプのパン屋さんや。良きかな?すごいね。こうやってなんか自分で建物を作り出してるのがすごいな。ね。そっかそっか、地形を変えれるって、そういう感じでできるんやんね。素晴らしい。さあ、そして、キャンプ場、まだ行けてない方があったと思うのだけれど。多分、奥の方とか行けてないよね。あ、ちょっと待って、こっちから行けんかった。
キャンプ場の奥。あ、ここも、見て、餌があって、ここで釣りができる。ちゃんと、トイレも完備されてあるよ。素晴らしい。咲いとる花も白いんよね。すごいな。あ、で、ここでは、楽しめるのね。あの、何やった？名前が思い浮かばねえ。クライミング。確かそんな感じ。ん？あ、ここは何？ここもなんか。あ、すごい、プールみたいな感じってことか、これ。で、プールサイドに多分これ、ね、ベッドが並べてあって、ここで休むと。すごいよ、あれ、DJ も。DJ 付きのプールってめっちゃ豪華じゃない？イエーイ。イエーイ。すごいなぁ。お客さん入っとってん、ちゃんと二人。もうこっちから抜けれる場所は、あ、すごいね、なんか、マップ見たらめっちゃすごくない？ちょっと待って、出せるマップ。はい。これすごくない？めっちゃ。すごい綺麗にできとる。あとなんか、家の配置が、すごいな。家の配置がすごいね。多分、私が行った家がこれ。ってことやけん。あと、右下に家が一軒ある。ほうほう。あ、待って、ここ、奥行って、こっち側、こっち側じゃねえわ。奥行って、さっきこっち行ったけん。あ、見てこれすごい。キヌヨさんと、これ豆吉つぶ吉じゃない？へぇー。かわいい。それでわかりやすくしてる。え、なにこれ？見て、なんか真ん中に、カウンターみたいなのあるんやけど。すご。え、すご。なにこれ？やばいね。あ、このエイブルシスターズと、このたぬき商店、共通のカウンターってこと？多分中で繋がっとるんや。そういう店ってあるよね、なんか。あれなんか、イートインスペースとかに結構ある気がする。奥が繋がって、スタッフさん同士、みたいなところ。スタッフさん同士、なんか、会話ができるみたいな。あ、で、こっち側が、あ、ここはここまでか。こっちが、これは、あ、渡れた。すごい。これ案内板あるよ、案内板。すごくない？で、博物館やろ？なんか、地形がね、めっちゃ綺麗。え、すーごい綺麗。わかる？なんか。え、超綺麗じゃない？ちょっと。この感じ。え、すごいんやけど。なにこれ？本棚置いとった。と、こっち側に、なんか和風な感じのエリアが。え？なに？あれですか？路上で演奏してるミュージシャンの方。そしてこっちは画家さんかな？いいね。アーティスティックな街やね。お、ダーマン。一言コメントを入れてね。みやこさん。なんかすごい海岸に線路が敷かれてある。トロッコとかかな？ん？上はどうやって上がるんだ？これ。あ！見て、撮影が行われよりよ、撮影が。よーい、アクション！こんなところで。なんか、いまいちね、怪獣とかをね、有効利用できていないんだな。お、見た？ファミマがあったよ。ファミマがあったよ。ここが、カフェ？ウェルカム。お邪魔します。おー、なんか、こっちも中まで白いんかと思ったら、こっちはなんかすごい、めっちゃ色味が。落ち着く感じやんね。本を読みながら、コーヒーを楽しめるってことかな？ほら、中もこういう感じで。店員さん目線。よき。はい、それじゃあ、左の部屋へ。ここは逆になんか、あれなんやね。
店の外側が結構他と同じように白い代わりに、店内はすごい黒い感じ。いいな、こういう席好きなんやけど、カフェとかの。わかる？ちょ、わかってもらえる？こういう席がすごい好きなんよ。なんか椅子の感じが好き。はい、そして奥の部屋へ。これ全部お客さん用の部屋なんかな？それともここは店員さん用の部屋？全部お客さんのところやったらなんかすごくない？めっちゃ広いよね。はい、そして、右の部屋へ。あ、右はなんかバーやバー。すごい。カフェだけじゃなく、バーも楽しめるということだね。この綺麗な夜景を見つつ。はい、そして、2階へ。あ、2階もバーやん。いいね、いいね。なんかちょっとメニューさ、スタバ的な感じ。あ、あれや、看板もちゃんとあった。スタバやった。なるほどね。バーっていう認識でよろしいのかしら。すごいな。やっぱでっかい魚とか映えるよね。それちょっと怖くはあるけども。はい、そして地下へ。あ、地下はなんか、え、美容室？なんか美容室じゃない？ここで髪とか切って、で、整えて、で、こっちで多分シャンプーとかやってもらうんじゃない？きっとそんな感じ。最初ちょっと、アロマとかお香で癒されるんかなって思ったけど、この、ね、蛇口とかあるし、多分、こっちはシャンプー。そういえばそういう、家具ってなくなったんかな？確かになんか、美容室とか、全然ない気がする、あつ森になってから。はい、お邪魔しましたー。だんま。ね、外側はめっちゃしっかり白いのに。ここは、あれかな？いや、でも、はしごで登るんかなと思ったけど、はしごで登っても、塀があるな。どこだ？なんかどっか他に、上がれる場所がどこかにあるのでは。この辺から上がって、で入っていける？ちょ、待って、上がるね。そして、あれ、上がれねえ。ほ。上がって、で、上からお邪魔するタイプじゃ。よいしょ。本当にこのお邪魔の仕方でよかったんかどうかわからんけど。でもほら、こうやったら、やってこれたよ。ふぅ、枯山水を眺めながら。いいっすね。和の心っすね。で、多分あっこが、ね、博物館とかがある方。もしか。ジャンプで渡れた。変なところからお邪魔してしまった。なんてことだ。渡れたわ、あっこから。で、こっから海の様子を眺められると。これは何の石なんやろう？なんかあれや、おまじない的な。おまじない的なことができるやつやわ、きっと。あ、ここで座ってテレビを眺めることができるのね。で、こっちが、お風呂！いいね、露天風呂。ちゃんと仕切りもあって。この下、なんかこういうのいいね。橋がかかっとるっけ？ま、とりあえず橋を使ったらいけるんやろうけど、こういう眺めるための中庭みたいなの。そしてここに唐突なファミリーマート。見て、ファミチキ。え、そして、ファミチキを売っているというのに、鳥なんですが、マスターだから。いいね。なんでこの和の空間にファミマなんやろ。そしてここは、和食料理屋？良き。めっちゃ良き、こういうの。
いいなぁ。やっぱなんか、ね、建物じゃなくても、全然、地形を変えて建物っぽくすることができるんやね。なんかそういう発想自体がないけんさ、素晴らしいわ。もう圧巻って感じやね。よいしょ。なるほどね。全部ちゃんと飛んでいけるってことや。あ、もしかしてここから、なんか降りられるんじゃない？よいしょ。ほら、ここでなんか、プライベートビーチにやってこれたよ。見えねえ、私が。見えねえ、私が。こんな感じで。もしや、この裏なんか抜けれるとか。あ！びっくりした、ここの中に来たんかと思った。そんなことはなかったね。ん？これは、どこにたどり着くのだろうか。あ、なんかこの上。待って、そこのお方。もしやこれ高い？段が高かった？ちょ、そこのお方、お話をしていないのでは。めっちゃスタスタ行くやん。なんて読むの？レイジュラリーライフでいいんかな？何生活？なんか難しい英語がいっぱい出てくる。わからぬ。あのなんか、きっと、果樹園であろう場所の、あの、英語名も、私にはわからなかったし。ここは池の扱い？海？あ、え？あ、池の扱い、池？川か。あ、なるほどね、川か。いやね、川でした。すごいな、なんか、綺麗だな。もしかしてこっちの上に何か。あ、そっか、ここに置かれとったもんね。ここ上がったらきっと。え？上がれない。上がれないぞ。上がれた。あ、ほらほら、上に。ここに養蜂場があるのね。これ並んでいるのは蜂蜜かしら。素晴らしき。え、こんなところに、ここでお会計するの？すごいね。気づいた人しか来れん感じやん。なんかちょっとひっそりある、隠れ家的な、蜂蜜屋さん？すごい。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。私もなんかめっちゃ、白とピンクに溢れた島みたいな感じにしたいけど、絶対できんわ。絶対無理。